ところこんな状態です。70g ぐらいですね。70g ぐらい使ってます今日は。前回は、います。はい、こんな感じです。はい。はい、皆さんこんにちは、森田です。ですね、前回ですね、エンシェールズさんの、カラーバター、アッシュグリーンという色で。白髪ぼかしに挑戦してみたんですけれども、まあちょっと思った、ようには染まらなかったので、今回は別の色、もっと明るいですね、ヘンプグリーンっていう、色で、やっていきたいと思います。前回からの変更点としては、色が違うということ、でそれから、毛染め用のケープを使ってたんですけれども、私の場合あんまり意味がなかったので、あれはやめにします。その代わりワセリンを生え際に塗っておくとカラーバターがついても、落ちやすいよというのが分かりましたので、それをやってみたいと思います。それから、毛染めをする作業なんですけれども、前回は浴室でやりましたが、今回は、この部屋、リビングで、やっていきたいと思います。今は、髪をシャンプーしてきまして、タオルドライで、前回よりかは気持ち水分多めの状態になっております。そんな感じで、やっていきますかね。じゃあちょっと準備をしながら、進めていきたいと思います。まずはワセリン塗っておきます。あ、いいかな、 今のところこんな状態です。わかりました。いきたいと思います。で、これで後ろにやります。
込み作業はこんなところで、こっからよいしょ30分置いときます。待ってる間は、まあ本でも読もうと思います。はい、今読んでるのはこれですね。二十歳の原点序章、高野悦子著。表紙も見せようか、表紙カバーも見せようか。これですね。この人、エアバター何グラム使ったかちょっと測ってみますね。182.1 と 182.1 70g ぐらいですね。 70g ぐらい使ってます。今日はは50g ぐらいだったので、まあ 20g ぐらい前回よりかは多めに塗ったことになります。はい、さて、これ外して、外して、すすいでこようと思います。食べちゃってない、どちら前から外すべきか、に先に外すか。じゃあ、それじゃあちょっと、また浴室に行って、すすいでこようと思います。ではまた後ほど。はい、お待たせしました。はい。どんな風にできたと思います？はい、こんな感じです。はい、どうですかね。自分では前回よりかはもうはっきり、染まってくれて、まあ、なんだろう、エメラルドグリーンっぽい感じになったと思います。前から聞いていた通り、黒い髪には染まらなくて白髪だけに染まりますよということだったので、まあだいたいこんな感じですかね。黒い髪は黒いままで、で白かった部分が緑に染まって、で白い部分がもうなくなったような気がします。この辺まず残ってる、もう染まってますわな。はい、上はこんな感じ、上頭頂部はこんな感じです。まあ
自分では見れないんで、後で確認しようと思います。はい、ちょっとくるりんとするとこんな感じですね。うん、まあ、なかなか女性の人だともっとこだわるところが多いと思うので、まあいやいやもっとこうしたいああしたいみたいなのが出てくると思うんですけれど、まあ、とりあえずもう私としてはもうおじいちゃんの私としてはですよ、もうこれぐらいで、ちょうどいいんじゃないかなと思っております。楽しくなったんでこれから街へ出かけていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、どうもありがとうございました。またね。遊びに行こう。